よし、最速ででっかい芝花目指して頑張っていきたいと思います。録画開始開始。でっかくなります俺。ハムソルさん、味方にもでっかくなりそうなロボにからだ。でっかくなろうみんなで。俺でっかくなるから。よーし頑張るぞー、でっかくなるぞー。パリンされたいやん。やべ、待って、早かったかも。ごめん。アクションか。アクションいるときはね、カニをかぶ、もうかぶる可能性あるときはもうね、何もしないほうがいい。俺は学んでる。あ、リリアこっちのドラゴン割れ取りに来るんだ。どっちも取ったかもな、それとも。ワードか。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。一応カニだけ見るか。もう なさそうだな。あったりしてあるわ。おー敵を倒しました。最高。時短よく引っ張ってくれたな。やばい、湧かない。ドラゴン中に、ドラゴン中に一匹でもファームを伸ばせ。バーナーとかマジ簡単よな。もう初心者一番おすすめだろこのキャラ。よし、おさんいいね。味方に申し訳なくなるときはあるけどね、バーナーやってて。なんか飛んできた。バレちゃった俺。カタリナさん、キャリーしたらOK。まあそういうこと。詰まるとこそういうこと。動くない？何周できんねんこれ。ハムソルさん、やっぱヤッチョさんの背中でっけえや。俺もう2周終わったで。もう一回ウルト使いに行くか。リンゴ坊やさん、こんばんは。こんばんは。
されました。無理なんだよ。カンナ39さん、最速で勝ってるだけである程度強いシブアーナ。いや、そうマジでそれ。ファイト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 、ここやべ、俺違うのあげちゃった。ノーノーノー、敵を倒しました。ノー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 、ドラゴン切れます。ドラゴン切れたら逃げて。まあね。あ、電力また来た。何もできんけど行くか。何もできんわマジで。ごめんね。大丈夫か。ダブされねえな。これ俺名物だからな。頻繁に来るよね。よーし、アマランス行くか。アマランス、アマランス、アママン、アママン行こう。アママン、いや今やるから積んだからやる積んどくか。相手の青バフ側がもしかしたら湧いてるかもぐらいの気持ちなんだけど、あんま行くとこねえなこれ。行けるとこがないが正しいな。相手のゴーレムから湧くから、ゴーレムでも見に行くか。カタリナさん、ファーム早すぎてマジでやることないですよね、わらわら。そう、時には何もやることがなくなるんだよね。見るだけ見る。敵のチャンピオンから退却。バーナーはマジで余った時間だけでいい。バーナー適当にして、余った時間に余った時間に暇だなっつってガンクすればいい。マジでそれである、程度のパフォーマンス発揮できるの強いよな、このキャラ。なんか期待値高い。マジで僕積んでる。移動中です。当たんないこれ。危ねえ、とかミッドが吹いてたわ。危ねえわ、行ったらダメだったわ。いや、これ一旦ガゴ積んどくか。敵のタワーを破壊しました。赤ばっかりでー。
なんかきついな。あーこれ復活したのか、渋いな。行こう、ドラゴン行こう、ドラゴン行こう、ドラゴン、ドラゴン行くぞー。オッケー、退却退却退却、ドラゴン貯めます。貯まりました。俺参上、俺参上、俺参上、うおー、俺参上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 、うおー、でかいぞー、うおー、でかいなー。で、まだ足りない。でっかい芝穴はこっから。いや、そのダイアナの入りマジでいいわ。素晴らしい。いやこいつマジで安定してる。俺だけこんな芝原好きなの。カタリナさん、青バフが。カンナさん、19さん、アマランス発動させてから突っ込むの賢い。何も考えなかった、そんなことは。そんなことは俺は考えてないよ。確かにそれいいな。それ参考にしよう。ナイスコメント。思いつかんかったわ、そんなこと。一回さ、ちっちゃい状態で入ってさ、アマランス貯めてから行くのどう？カタリナさん、俺もシブアーナマジでチュキ。ありだな。早く大きくなりたい、もっと。もっと大きくなりたい俺。俺もう400スタックなんだけど、早っ。殴れ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 、ナイス。もうそのままバロンいっちゃう。そのままこの足で、この足でバロンいっちゃう。俺も取り切るよ。あ、待って、やばい、寝る。あ、捕らえた。あ、ごめん。どう？ファイト。ないね。いや、これ無理です。ごめん。俺無理です。ちょ、9のダメージなさすぎたな。いつ使えばいいかわからなくなっちゃった、今の。まあまあまあ大丈夫やろ。でかくなるの入ったし。
これさ、ウルトで入ってガゴスト使ってその間に大きくなって戦うっていうのはどう？めっちゃ強くない？征服者も溜まってるし、これ理論値でしょ。これマジでこれ理論値ある。ん？戦えろ。デスダンス欲しいな。タオリンさん、デカゴー理論中、わら。使うな使うな、お前そんなんで。もったいない。もっと倒せる。それたち、俺ら無理じゃないか。いけんのか。いけるな。なんかいけるぞ。お前ね、ドラゴンためよ、ドラゴンためよ、ドラゴンためとこう。なんかいけるいけるいける。芝花最強、芝花最強。暇なんでドラゴンためときますね。自分おら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 お前もじゃあ。でかでか、待って、でかかった今。待って、今最大値じゃなかったこれ。え、でかさの理論値じゃない今の。気のせい？でかさの理論値だったかも今の。あー、でかい。ほらほいー、うわー、今デカさの理論値だったよね。いっちゃ大きかったよね今。ガゴ使った、ガゴ使った。あとルルルと俺はまだでかくなれるのか。俺はまだでかくなれるのか。最大だ。いやでも、ね、大きくなりたかったな、もっと。俺の芝花今もうこんなちっちゃいのに、もう一回大きくなりたい最後に。バフ取っちゃおう。枝豆さん、俺は嬉しそうな踏み屋が見れて嬉しいよ俺大きくなりたい、もっと。大きくなったら大きくなるんだって言ってたもん昔。なんか将来の夢に書いてあった。大きくなったら何になりたいってやつに大きくなりたいって書いてた俺。これっす、赤羽だっす。タオリンさん、ナサスやレネクもウルトででっかいですよ。これクソ硬いんじゃん。雑に入ってみる。雑に入りたくね。まずフォーカス受ける。で、こうでかくなる。はいはい、でかい、はい、でかいよ、でかい。で、殴って、俺を殴って、もっと。で、で、大きくなれ、俺大きくなれ、大きくなれよちょっと発動までいかん。ちょっと俺硬すぎて試合終わったわ、大きくなる前に。阿部寛強かったな。でも俺の芝居も強かったで。さあ。
アマランスのサイズだけやったな。悔しい。僕もしウルウルとガゴアマランスで、あとこの手のやつで一番大きくなったよっていう人いらっしゃいましたら、僕の方のツイッターのリプの方に送っていただきますと、リツイートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。みんなもよかったら大きくなろう。